out here at even playing the game. It's a change to casual. Nice. What? What? Shadow, speak louder. That I have in the back of my phone, or a toy that I have in the back of my phone. Bash. What's going on, my name is Crash, and welcome to my reaction to the Nintendo Museum Direct. I actually haven't gotten around to watching this, so let's get started. Hello, Miyamoto. Well, that's actually pretty neat. I won't lie, it looks like a mall. I won't lie, that's really cool. Okay, let's go. I want to go here now. Oh, it's the second floor. Well, obviously. Yeah, I noticed. ご存知の方も多いと思いますが、任天堂はビデオゲームを作るずっと以前から家庭の遊びを作ってきました。創業は今から135年前。135 years ago, damn. 初めは花札やカルタの製造が主な事業。And カルタ。I only knew about Hanafuda. それ以来、任天堂はさまざまな遊びを生む玩具を作るようになり、それらがゲーム&ウォッチやファミコンへとつながってきました。That's cool. Well, yeah, that's Nintendo. Okay. Noticeable? I know that I'm a video game player. And a Nintendo fan. Nintendo Entertainment System. Yeah. NES と呼ばれていました。NES. Well, I knew that. I live in America. 日本向け、北米向け、ヨーロッパ向けで。That's what European NES games look like? I didn't know that. このように比べてみることで、いろんなことを発見していただける展示になっています。ミュージアムには任天堂が発売したすべてのタイトルを展示していますから、皆さんが遊ばれたタイトルをつけてください。上のモニターではそれぞれのゲーム画面も見られるようになっています。That's cool. それぞれの音が聞こえるスピーカーになっていますよ。では、別の展示コーナーもいくつか覗いてみましょう。このコーナーでは、体を動かすモーションを使った遊びの進化を見ていただけます。That's a clever place. That's a clever place to put them. そしてここでは、ハテナブロックのデザインがどのように進化してきたかを見ていただけます。I would just stare at that for hours. このコーナーでは、それぞれのハードの旅に、Oh man, but I want to play them. 伝説などの進化を一気にご覧になれます。さて、こちらのコーナーでは、多くの皆さんが知らない、任天堂がビデオゲームを作る前の時代の That's a straight up gun. I know that's what Nintendo toys used to look like, but that looks like a straight up gun. こちらには、ママベリカ。You mean baby strollers?
天堂はトランプや花札に始まり、ボードゲームやラジコンカー、バッティングマシンなど、yeah, that's cool though. ファミリー向けの玩具を作っていました。そしてこの光線銃が一つの転機となり、ゲームセンターの This is a straight up gun. これは任天堂が初めて作った家庭用のビデオゲーム機、テレビゲーム6と15です。ちょうど私が入社した1977年に発売されました。一つ一つの製品を見ると、ユニークな製品作りを続けてきたことがわかります。このようにミュージアムの2階では、任天堂の過去の製品をたくさん展示しています。そして、遊びがどのように進化し、つながってきたかをお見せします。今日お見せしたのはごく一部ですから、ぜひ実際に見に来てください。Yeah, I can imagine that. 1階に移動しましょう。I just stay in that one room for hours. はい、1階に降りてきました。ご覧の通り、1階の中央は巨大なモニターになっています。Would I break it? こんな感じで皆さんもこのモニターの上に乗って、百人一首を遊んでいただくことができます。スマートフォンと組み合わせて遊びますよ。このように、The museum provides smartphones? インタラクティブに体験ができるエリアになっているんです。過去に任天堂が作っていた製品を今の時代に蘇らせるとどんな遊びになるか。そんなテーマで8つの体験を作ってみました。ミュージアムに入るときに渡されるこの入館証に That's a neat pass, though. 体験にはそのコインを使います。今日は8つある体験の中から3つを紹介しましょう。さあ、こちらは小さな部屋がいくつか並んでいますね。どんな体験I'm interested in what this is. ここは1968年に発売されたウルトラマシンが体験できるんです。ウルトラマシンはピンポンの球のようなボールを自動で投げてくれる部屋の中でプレーできるバッティングマシンでした。私が入社したのは改訂版のウルトラマシンデラックスが発売される年でした。少しだけ仕上げに関われました。その頃は社内にプレールームというのがあって、昼休みにはアーケードゲームやウルトラマシンを遊んでいました。こちらに並んだ部屋は当時の家庭を再現しています。部屋に置かれているものが違うので、really? お好みの部屋を選んでください。では、早速体験してみましょう。床にウルトラマシンが置かれているのがわかりますか？ That's cool though. では、早速打ってみましょう。あ、欲しい。I want to do that. That's also cool. 部屋の中にあるいろんなものにボールが You probably focus on hitting the ball. 左右に打ち分けてみてください。では次に行ってみましょうか。こちらはザッパー&スコープ SP という遊びです。任天堂は1970年代にレザーというボーリング場を改造した業務用のシューティング場を展開していました。このレーザークレイを今の技術で体験できるように作ってみたのがザッパー&スコープ SP です。最大13人まで一緒にプレイできるので、今日はスーパースコープ&ザッパーと一緒にプレイしたいと思います。光線銃は2種類ありますね。片手で素早く撃てるザッパー。そして、I know what the zapper looks like, and I know what the super scope looks like.She's not gonna shoot your head off. Oh, the recreations? Huh, okay. That looks like so much fun!Why not? Why are they standing there then? Don't
やめるかな。I don't know. Yes. Super Mario Bros. Yeah, this reminds me of that one thing in the Museum of Play where it had the giant NES controller.A ボタンのジャンプ、私が十字ボタンで移動を担当します。2人で息を合わせてクリアしましょう。頑張りましょう。Big Wii remotes. ここでは他にもスーパーファミコン、ニンテンドー64、Wii のゲームを巨大コントローラーで遊ぶことができます。大きい Wii リモコン。Is that a giant balance board? いかがでしたでしょうか? Can I please come here now? 今日のニンテンドーミュージアムのほんの一部です。製品の展示やインタラクティブな遊びの体験の他にも、ルールを知らなくても花札が遊べる体験があったり、花札を実際に作ってみることができるワークショップも開催します。また、館内にはオリジナルのハンバーガーが作れるカフェや、oh, nice. ミュージアムだけの限定グッズを販売するショップも併設しています。I wanna go here now. 任天堂は創業から100年を超える歴史の中で、さまざまな娯楽を提供してきました。Oh, yeah.時代によって作り出した製品は異なりますが、家族みんなで楽しんでいただきたいという思いは今も昔も変わりません。この任天堂ミュージアムは、そんな任天堂が大切にしてきた遊びと独創を大切にするものづくりへのこだわりを知っていただける場所です。皆さんにはそれを体験しながら実感してもらいたいと思って、開発も一緒に社員が全力で作り上げてきました。任天堂ミュージアムは10月に開催されます。この後、公式サイトを公開しますので、来場に関する詳細はそちらでご覧ください。それでは、任天堂ミュージアムでお待ちしています。キノピオたちも一緒にお待ちしてますよ。That was cool, though.I really want to go here. So, I guess I'll see you guys in the next video. Bye.